入ったよ。あ、私です。すごいそう、これクラブ、クラブ。 Oh, maybe I will buy this one. Is this first time for you? Christmas market? No. You've been before? Yeah. こんにちは、サラマレコン。ボンジムスリムのダルちゃんです、フルネームダルウィッシュナナです。よろしくお願いします。今日は、今日もですね、横浜のみなとみらい赤レンガに来ています。クリスマスマーケットのために来てます。で、今すごいね、ジロジロ見られてるんですけど、でもまあ撮影してるからしょうがないですよね。今ここにアイススケートリンクがあって、クリスマスマーケットです。はい。でチケットも買ってます。予約制なんですよ。で QR コード読み取って、で PTX っていうサイトから、チケットを買って、それを提示して中に入る。60分の制限付きなので、ちょっとあまり長くいられないんですけど、とりあえずパパッと見てね、パパッと、まあ、できたら食べたり飲んだりとかできたらいいなと思ってます。じゃあちょっと早速チケット見せて中に入りましょうか。入ったよ。いや、いい匂いするね。あ、私です。旦那さんがちょっと嬉しそうだね。さっきちょっとね、予約するって言ったら怒ったんだよね。ローストビーフ。Oh, wow. This is potato. What is so? Soup. This is crab soup. Pretzel. You like pretzel? There's cheese inside. Oh, maybe I will buy this one. This is German menu. Is it? Wow, look at the price. Yeah. What's this? Mixed berry glühwein. Oh, glühwein. ちょっと高いかな。ブルーワインとかさ、めっちゃクリスマスっぽいよね。ブドウアレルギーじゃなかったら飲みたかったんだけどね。知らない時に飲んじゃって大変なことになっちゃったからね。あ、でもやっぱね、温めたワインは症状が結構軽かったです。あー、美味しそう。Not a modern falafel? No. They look deliciousやばいね。チュロスってどんな？食べたことないね。スモークチキンレグとか、うまそう。レモンゼリーポンチ。全部アルコール入ってないよね。あ、なんかこれチカチカしてる。Is this first time for you? Christmas market? No. You've been before? Yeah, we are here.So this wasn't our first time. Nope. Hachimitsu lemonade. Ah, maybe they have Lebkuchen? Wow, steak, oh, it's so. That's a food area. Wa koko made. 向こう側に多分飾り付けのね、お店とかあるんじゃないかな。そっち先に行ってからここ戻ってちょっと中食べようか。お値段が結構するね。うん、ちょっと考え物ですね。はい、ここがツリーエリア。多分あれかな、このツリーかな。お店がね、ちょっとなんかいくつかあるね。で、あそこにでっかい船があります。ああいう屋根があるところがこうちょっとね、くつろいで食べて談笑するって感じ。さあ、どんなものが売ってるのかな。あ、あれマトリョシカじゃないですか。私マトリョシカ好きなんですよ。わあ、
ハンドリタニアからハンドメイドセラミックです。どうぞセラミックです。いらっしゃいませ。やばい、マトリョーシカは買っちゃいそうだ。危うく買うとこでした。値段が見えたと思うんですけど1800円前後だったかな。おお、これがマリアム様、キリスト様。イスラム教ではイーサって言うんですけど、イーサ様ですね。この人は誰だろう、この人は誰だろう、この人は司祭かな。ランプ持ってる中東の人。でもいいね、雰囲気があっていいね。ていうかあっちの食べ物よりこっちの方が楽しいわ。お店少ないけど、グラスボールに、まあ、こういう飾り付けでマトリョーシカもあって、いやうっかり買ってしまいそうなものばかりですね。いやここねちょっと入った方がいいです。すごい面白いです。いやクリスマスっぽい雰囲気をねここはかなり味わえると思います。で釣りエリア、釣りエリアまあ大体こんな感じですかね。あの全部お店見てないんですけど、まあ、私が見たいものだけ見て、ね、あとフードエリアがあって、まあ、結構ね1時間は楽しめるねここね。はい、でちょっとあの簡単な内容でしたけど、クリスマスマーケットに関してはここまでです。はい、クリスマスマーケット出ました。今からせっかくフードエリアに入れたけど、でもちゃんとしたご飯が食べたいので、しかも外じゃなくて中でこうぬっくりぬっくりとね食べたいから、今からお好み焼きを食べに行きます。はい、クリスマスマーケット行った後でなぜか和食を食べるっていうね。でも久しぶりちょっとねイカの入ったお好み焼きが食べたいので、今から旦那さんとお食事に行ってきます。お腹空いた。赤レンガから移動してマークイズに来てます。マークイズにあるんですよ、4階にねお好み焼きを食べれるレストランがあるんです。今からマークイズ入ります。ここも綺麗なねクリスマスツリー飾っている。すごい綺麗なツリー。そして旦那さん、いやクリスマスクリスマスって感じでいいよね。私このマークイズすごい好きで、まあ、ランドマークも好きなんだけどね。はい、4階に着きましたよ。そうです、あっちです。あれ、これ新しい。うわー、いい匂い。4階はねフードコートとかもあって、いやいい匂いだね。ここのスイートも美味しいんだよね。これなんていうの、ジンジャーティー。あー美味しそう。アフターミール、アフターミール、メイビ
めっちゃいい匂い。あ、This Chinese restaurant closed。 あららら、閉店。はい、近づいてきました。はい、来ましたよ。お好み焼き消毒しっかりしましょうね。やっと席に着いたよ。 I will choose the shrimp。 Yeah, me too。 イカとエビのお好み焼きを食べようか。すごい、もう暑いから気をつけて。他にいらない？サイドメニュー。あ、美味しそう。じゃあ私豆腐サラダ。じゃあ豆腐サラダ2つ。はい、すいません。てんてんてん、すいません。 No, I'll use this when we cook。 I'm filming now。 あ、すいません。はい、あと豆腐サラダ2つ。2つ、結構1つが大きいので、2人で分けても十分ぐらいかなと思います。あ、じゃあとりあえず1つでお願いします。はい、これは2つ。海鮮焼き、はい、あ、ここで調理したいんですけど、はい、お願いします。以上でよろしい。はい、はい、砂時計。これ暑いの。暑いね。これ GU のマスク、可愛くないですか？ピンクのやつだよ。暑い。はい、注文した豆腐サラダが来ました。最初ね、豆腐サラダ2つ注文しようとしたんですけど、2人で1つで十分だっておっしゃってたので1つだけ注文したところ、これはこれはお一人様サイズでした。でも美味しそうってことで、もう1つ注文しました。では、いただきます。いただきます。美味しそう。このフレークなんだろう。豆腐いきます。美味しいわ。やっぱあのごまのドレッシングいいよね。和風って感じ。My favorite。うわ。お好み焼きも楽しみだね。あ、来たよ。失礼します。お先に海鮮焼きを2つ、はい、失礼します。すいません、サラダ。いいです、大丈夫です。私たちの胃袋がそうなんじゃないんでいけるって思って一応焼き方こちらに、こちらの、はい、お好み焼きの焼き方でお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ頑張ります。 This is for you maybe。 はい、طريقة العمل。 OK、 This is how we make it でしょ。そう、So okay, I'm gonna do it. You just tell me what to do. 難しいな。お椀が小さい。うん。すごいだ。あ。Something jump? あら。あら、もうちょっとかな。あ、卵。混ざるな。やんまー。あ、やめてもんごるピッツァやばねえね。あ、そうなの？ I don't know that。 カバーして、これ4分？ Yes。 あ、Let's eat。 いただきます。いただきます。おいしい？おいしい。4分待ちます。混ぜろ。混ぜる。これもっとぐちゃぐちゃだわ。ぐちゃぐちゃ。あと少し。タコ出ちゃったよ。ペシ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 。このハーブあれが組み合わせ。嬉しい。طبعا الحراره يجي يتحرك
one, two, three. ちょっと小さく切っていただきます。うん。ね、私すごい猫舌なの。やっぱ旦那さんが作ったやつはね、上手や。美味しい。ありがとう。久しぶりに食べると美味しいね、お好み焼き。うん。あ。うん。いや、なんかね、具材がね、結構いいよ、このお店。うん。私が作ったやつじゃないんだけど、フードコートで、絶対 あなたみたいな人は絶対お好み焼き好きになるよってさ、なんか日本のね、ご飯あんま好きじゃなかったんだよね。和食がね、そんなに好きじゃなくて、味噌汁にさ、塩入れるぐらい味が薄いって言ってたんだ。そう、味が薄いのね、和食はね。でだったらもうお好み焼きしかないって思ったから、お好み焼きを食べさせた時のその驚きをっていうか感動っていうか、顔がね、表情がすごかったんです。美味しい、ね、美味しい、やっと食べ物と言えるものを食べたみたいな、ね、そんな感じだったよね。テレビのあの震えるよね、テレビの。お好み焼き美味しかったね。ありがとうございます。 Now we need the tea or coffee. そうだね、今ね、ちょっと胃がもたれてる感じがするから、ちょっと温かい飲み物飲みましょうか。そうね、さっきのハワイアンのとこ行こうか。ジンジャーティーあったよね。ジンジャーティー温まるしね。いや、満足満足。でもマスクしてるから、あのマスクの中がお好み焼きの匂いがすごいよね。そうね、これジンジャーティー、これ飲む。ホノルルコーヒーの何が入ってんだっけ。あ、ママレードジンジャーティーです、ね、見えるかな。すごい生姜っぽい味がしてくる。じゃあここでジンジャーティーをいただいてから帰ろうと思います。マークイズの4階、お好み焼き屋さんはまあそこしかないので、お好み焼き屋さんを探してください。はい、自分で探すんです。ホノルルコーヒーっていう名前のコーヒーショップで、お菓子もケーキもたくさんあるので、そこに行ってみてください。はい、じゃあ本日のビデオはこれにて終了とさせていただきます。このビデオ、気に入っていただけたら高評価、今後も見たいと思ったらチャンネル登録をお願いします。ではアレコンサラン、バイバーイ。